アフィヨンカラヒサールは、トルコ共和国の西部、エーゲ海地方のアフィヨンカラヒサール県にある都市で、同県の県と、首都アンカラの南西2 5 0トルの内陸部に、一致している。陶器は冷え込み、路面も凍結する。かつては、カラヒサールサーヒブと呼ばれ、今日、アフィヨンとも呼ばれる。ヒッタイトの時代に、町は、ハッパヌワの名前で知られていた。フリニア人、リディア人、 ペルシア人による支配を受けた後、アレクサンドロス3世に征服された。大王の死後は、順番に、セレウコス朝、ペルガモン王国、ローマ帝国、ビサンチン帝国の支配を受けた。ビサンチン皇帝レオーオン3世は、740年にアラブ人を包囲して、勝利を収め、町の名前をギリシア語で、勝利の町を意味するニコポリスに改名した。1 7 1年には、 セルジューク朝が支配し、町の名前を黒い城を意味するカラヒサルに改名した。その後、セルジューク朝が去り、町はサヒッポガラーとジャーミアに支配された。十字軍の時代、町の城は戦場となり、最終的に1392年にオスマン帝国のスルタンバヤジと一世によって征服された。しかし1402年、ティムールの侵略によって破れた。 1428年か29年にオスマン帝国が町を奪還した。オスマン帝国統治下で町はアヘン生産の中心地として栄えた。町にはトルコ人のほか、ユダヤ人、アルメニア人、ギリシア人など他民族が同居する典型的なオスマン町の都市であった。第一次世界大戦中、ゲリボル半島で捕虜となったイギリス軍兵士が市内の岩のふもとにある アメリカ協会に収容された。キド戦争では町と周辺地域はフランス軍とイタリア軍、その少し後になってギリシア軍によって占領された。しかし1922年8月27日にトルコ軍がエーゲ海地方で反撃し付近を奪還した。1923年よりトルコ共和国の町となった。ありがとうございます。